終わりがランダムに決まります。そのままお待ちください。あなたの役割は、教授。夜になりました。そのままお待ちください。そのままお待ちください。あ、俺教授？うん。あ、こんばんは。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。朝が来ました。初日の襲撃はありません。守り先は変なんだけど、3番さんが出現します。そんな出方はローマしないだろうと思っちゃったりするから。はい、お願いします。占い師です。5番さん白でした。お願いします。進行論を述べたいと思うんですけれども、1周目から対抗の人も出てきてください。その理由としては、こういう発言をすることによって、まあ、2枚あぶり出すことがもしできたのであれば有意義なものになるかなと。でもそれ言っちゃったら意味ないじゃんって言われるかもしれないんだけれども、でもここまでそういう信仰を述べてる以上は、僕は占い師であるっていう主張の方が通りやすくなってると思うので、まあ、パワーバランス的には全然僕の方が優位にやってるんじゃないかなというふうに思っております。霊能者と狩人さん、あ、騎士か。霊能者と騎士に関しては、負けるね、出なくていいです。僕潜伏だから。騎士さんはもう出なくていいです。霊能者だけは出てください。場面が、まあ、決めたらまた言いますけれども、自身で判断して出てもらう分には全然困らないので、ね、やりたいようにやってください。精査方法は、前の人に一個ずつ、リレーをつなぐような形で出てください。それで、いいかな。4番さんが発言します。3番が、進行論として、対抗を初日から出てくださいって言ったときに、対抗がさ、なんていうかな、対抗が3枚になる可能性はあるって言ったけど、どうやって、なんでそう思ったの？それが全然わからんくて。3番が、じゃ、なんて言ったっけ、3番が、初週から出てほしいでしょ、対抗に出てほしいって言ったときに、なんで対抗が3枚になる前提って話をしてたの？前提というか、3枚になることが、3枚になる可能性が高いみたいな感じで多分言ってたと思うんだけど、それが全然理解できなくて、ちょっと何言ってるか分かんなかったですね。申し訳ないけど、なんかパワーバランスとかなんか言ってたけど、何のパワーバランス？3番のことを強靭で見た、もしくはスライドで見た陣外チームが2枚出てくる可能性が高いと思ったってこと？マジで意味が分からんかったから、多分伝わるようにもっと話ちゃんと話した方がいいかもしれない。3番だろ？なんかわかんない、わかんない感じで言うじゃん。5番さんが発言します。はい、お願いします。4番さんの3番さんの要素取りは別に良かったんじゃないかななんて思ってます。確かに三振用になる理由は、俺もいまいちわかんない。盤面上っていう。いや、仮にけど、3番さんが狂人または人狼だったとして、違うか、3番さんがローで強靭に出てほしい、で広範囲地に新占い師がいるっていう状態の 3CO っていうのが見えてる3番なんじゃないっていうふうに捉えてしまうから、3番さんの理由がいまいち分かんなかった。だからそこを捉えてる4番さんは相対的に印象よく見えてるって感じですかね。そんなもんじゃないですかね、現状は。2周目頑張ります。6番さんが発言します。はい、お願いします。4号やった場合、5番さんの方が人狼とかありそうかなっていう感じですね。別に印象いいって、まあ別に4番さんが狼で3番さんが狂人やったとしても、そのご指摘は別にできるよねっていうところですよね。なんで印象いいって言ったの、まあ素直に取ればそうなんやけど、
まあ私ちょっとひねくれもんやし、まあ人狼探すゲームなんで別にヘイト向けようが別にいいかなと思って、まあ普通に人狼になり得るのは5番さんの方が、今の精査やったら4番さんに対しての精査やったらね、そうなるかなって感じ。私だったら別に4番さんはまあ別に おかしいことは言ってないけど、3が巨人やった場合4オオカミも全然あるよねまで追うからって感じですかね。まあ三死を懸念してるんやったら狂人もあるんやないですか、普通に占い師でそのまま出てきたって感じじゃん。まあ場面揃ってまたこうされて。7番さんが発言します。まず大前提として4番がおかしい、4番はおかしいこと言ってるんですよね。発言聞いてないから。3番太鼓が2枚出てきたらって言ってるから、そもそも3枚出てきたらなんて言わない、言ってないし、言ってたとしても、まあ普通に2枚になったのか、まあ3仕様になったらの時の懸念をしてるんだなって、まあ汲み取ればいいだけの話だから、4番って変なんですよ。そこをなんか、印象が良かったとかって言ってる、まあ5番黒いし、まあ、変なこと言ってないとかって言ってる6番、まあ、まあ話聞いてなさそうなんだけど、まあ、人狼を探すっていう意欲は6番から伝わったような気がします。はい。まあ、ただ僕はなんか、別になんか、三師匠になったところで、なんかあんま村が強くないっていうか、新占い師しても三師匠になったところでとは思うんだけど、たまに一定数そういうプレイヤーっているんだよな。なんか、それが3番の新人。8番さんが、発言します。7番が結構論外かなって思ってるよ。結構論外だな、7番は。大丈夫そう、村なら、あなた、はい。そもそも4番から3指摘でも真っ当でしかないよ。5番が評価した通り。そもそも3番が3しようっていう風な発言を取った時、3番の師匠って1周目から出てこいなわけでしょ、対抗さえも。で、3しようって、そもそも、出る確率低いと思っているから。あ、いいけどさ。7番論外にもう一回言うけど。で、6番にやっとくけど、6番ってなんかもうひねくれた聞き方しちゃうんでしょ。でも5番は素直ってなった時に、率直にそこは評価落としていいんじゃね？だし、ひねくれ者の6番がじゃあ3番の発言を聞けば、どういうふうな解釈をしたのかを、ひねくれ者ならひねくれ者らしく発言落とすべきよ。はい、でしかないと思ってます。9番さんが発言します。まず3番さんはその 3CO 占いがねだと勝ちやすいと思ってるんですよ。で、 3CO にするには潜伏かますんじゃなくて、みんな出てって言ったら素直に出てくれると思ってるんですよ。だ、そこがまず間違ってて、で4番が指摘したんですね。で、7番が4番になんかこう勘違いしてるって言ったのって、じゃあ対抗が3枚ってこと？違うでしょ？対抗2枚入れたら3仕様なんですよ。じゃあ7番目線、4番はじゃあ4仕様だと思ったら発言したってことなの？7番は4番に、いや対抗が3枚出た、あ、3枚出た時にって言ったってことは3番含めて4仕様だったってこと？そんなこと言わないよ、7番さん。だから8番の言う通り、7番はちょっとね、論外チックなことを言ってるね。まだチックだからね。二周目挽回する余地があるから、まだ。チックなだけで。だから、まあ、そんな7番さんに今のところちょっとね、一個ペケつけときますわ。まだチックだからね。これがもういよいよになったら、ちょっと7番さん取られちゃうから覚悟しといてね。あなたの発言です。はい。3CO が強いと思ってる。黒釣れたら強いんじゃないですかね。はい。まあ、まあ、3番の中で平和村とかの方が逆にしづらいのかね。で、芯取れる自信があるのかね。もう話分かりづらかったけど、9番が訳してくれたからやっと分かったかなっていう。ただ、7番が4番に指摘したことは確かに違和感があって、7番も4番の話を汲み取ったらいいんじゃない？ 3 番の話って分かりにくいんだし。うん。じゃあ、それ4番の人が3番ちょっと分かりにくいなと思ってるっていうところも汲み取ってあげたらよかったけど。うん。って考えると、7番がなんか違和感あるなって思います。はい。まあ、9番のチックなのかもしれないけど、まあ、この中で
違和感あるのは7番な感じがするけど、7番の3番組み取れないなら4番も組み取ってあげたらいいと思うっていう。はい、以上です。はい。2番さんが発言します。そうですね。まあ、一周話を聞いて、まあ、7番さんに対する思いは、まあ、8、9、1番さんあたりが言ってたのと、もうほぼな同じなので、ちょっと割愛するんですけど、うん、思ってるだけだから。でも、まあ、他の方でちょっと気になったところで言うと、6番さんがちょっと静かに、ね、なりまして、6番さんへのその語への指摘っていうのがちょっとあんまりよくわからなかったというところですね。5番さんは普通に、4番さんの指摘ってすごいわかる。だからまあ4番さん印象的って言ったまでなので、なんかそれに対して6番さんは、なんかそれ4は狼でも言えるよねっていう発言を残して、それを考えられてない5番は怪しいっていうふうに考えるのが、なんか、このひねくれてるってご自身でも言ってたと思うんですけど、なんか変になんか色を落とそうとしてる、ちょっと狼っぽいのかなって思ったりもしました。うん、7番さん、なんか、まあまあ、まあ6、7がちょっと気になってるっていう感じです。3番さんが発言します。何考えてんだよ。リノンです。そうよ。8番さんが九四郎の白です。5番さんが太鼓出てきたので、5番さん人狼だと思います。僕が白出したことによって制御不能になった人狼なのかなって思いました。まあ、7番つって僕、霊能です、はい。今日は、グレーから、グレーじゃないですね。グレー爪はないですね、これ。なので、5番さんつって、で、多分安定で、ってみたいな進行になるかもしれないんですけど、僕がやりたかったことは、すべての役職が出て、で、人外数もすべて出れば、そこを消去して、うん、だから、騎士が出りゃよくね、俺もう頭いてんだけど、まあ、勝ちやすいってことですね。帳尻合わせながらどんどん黒を引きずり下ろして、振り殺して、釣り上げて、釣り上げた色は何色だって、ボールドで結構白いなっていう風な精査が入った時に、どうしたらいいんだろう、これ。対抗の人に対する精査を入れた、その白と上げた人物は、なぜその白を言ってるのかっていうところを軸に話を進めれば、より一層精査深まるんじゃないかなっていう風に思ったので、進行としては占い師は語らざるを得ないということですね。これをすることが非常に、人外をあぶり出す唯一の作戦なんじゃないかなって。あんまり結論から先に言うとかしないと話し方でなんか耳に入らないんだよな。まあ4番さんが発言します。組み立てが、はい、霊能から明確に言った方がいいかなと思っていて、これは3番狼や5番狼の視点も両方あるからですね。5番が3番白に囲われてたから5番が狼が出なかったっていう点が一つ、3番が狼で5白、つまり白い、白と知っている5番に白を指してスライドすることによって3番自身が新っぽくなるじゃん、占い位置確定させて。でそうなると、5番狼を見させられる3番狼像もあるから、3番5番は、釣り切った方がいいかなと思ってます。でグレーやったら別に6番のそのなんていうかな、4番の印象はいいが黒白どっちか分からないっていう、まあ、確か6番って言ったんだけど、別にそれ普通かなって思うから、別に6番はそんな気になってなくて、まあ、2番が6番にして気入れてたけど、別にそれは6番気になってなくて、7番はまあ気になっていて、まず俺 3番の3人対抗を出る、つまり4CO の別に懸念をしてるわけじゃなく、そんなことは一言も言ってないってのと、何やったっけな、7番で気になったのは。7番ってなんかさ、占い師の話やったら、占い三仕様の場面ってそんな別に強くないけどなって言ったんだけど、3番って別に占い三仕様の時に強いなんて強い弱いなんて話全くしてないから、なんか7番が3番の話を聞いてそこまで組み取るんやったら4番の話も普通に組み取れるし、多分7番って4番の話聞けてないなと思ったから若干変かなと思ったっす。はい、1、2はそんなわからんですね、正直。なんか1って8と9とほぼ似たような感じ、まあ、2は8、9、1が言ってるように7番はちょっと変だけど6番にもしていったって言ったんだけど、俺言われてる本人4番がそんな気になってないから、そうなるとやっぱ2番がちょっと気になるのかなって感じですかね。はい。あとこれ騎士どうするんですか、8番さん。騎士どうするって話、まあ、8番のところで
どうするか教えて。8番が絶対白だから。真確定で一角だからさ。5番さんが発言します。はい、お願いします。まあ、4番さんの言った通り、3番さんの来る予想でしかないし、まあ、多分村目線は3、5どっちか分かる、目線が向いてない、まあ、どっちか占ってもらったら分かるんじゃないですかね。はい、まあ、なんで3番さんから言ってほしいですっていうこと、現状、1番村目に見えてるのは2番と4番で、4番さんの、まあ、1周目も2周目も、1周目の印象が良く、2周目の考察も良かったと思ってるし、2番さんって、8、9、1って7番さんに対する考察入れてんのに、2番さんは他のとこまで線が向いてたから、あ、探す意欲が見えるな、2番っていうので印象が良かった感じですかね。まあ、7番さんは、ね、まあ、別に黒だから言ってるとかじゃない気はしたけどな、7番は。多分捉え違いというか考え方の違いで叩いてんじゃないって感じだった。4番さんのことをね、まあ、相対的に俺も叩かれてる感じだったんだけど、別に俺は悪い印象は受けなかった。まあ、4番さん自身が感じてるのはよくわかるけど、俺が発言した話じゃないから、ただ番さんの意見は別に考え方の違いからの叩きかなって感じに捉えてます。だからこそ、自分の意見を落とさなかった9-1が怪しいなと思ってて、だから、まあ、3-1人狼9距離も全然あるんじゃないかななんて思ってます。6番わかんないんだけどね。まあ、だから今日は3枚いってください。3で必ず黒が落ちますので、ってだけですかね。はい、以上。6番さんが発言します。うわぁ、5番さんの発言聞くまで3番さんに異世界って思って5を真決め打とうかなと思ったんですけど、全然真決め打てれないわ。24評価って4番さん2番さん怪しんでるんですけど、何24評価って。で、今最後に6人は触れましたけど、なんか7-1が怪しいっつったんかな、9-1が怪しいっつったんかな、そこをフォーカス当てて白見えてんじゃねーって思ったから、5狼あるかなと見えてるんで、これ釣り切りやな。マジか。3番さんの発言で1周目カリウドは絶対出ないでください的な感じだったんですよ。カリウドは出なくていいんでみたいな。でもさっきの週は、役が全部、出た方がいいと思うんで、それで人外を圧迫していくみたいな言ってたんで、言ってること違うやんと思ってるやんと思ったのにもかかわらず、実はそういう発言だったら釣り切るしかないわ。5番さんの方が狼臭いっすね。3の精査もないし、3番が何で見えてるっていう、もうちょっとライン精査とかできると思うんで、5からいきます。うん、3番さんもちょっと、んって思うけど、まあ、霊能やった場合って、初日その動きは分からんくないかなとは思ってるから、あっても3番さんの場合、強靭でそれしたんかなっていう感じで、三四郎の話とかね、だったら思ったんやけども、5番さん、狼もありそうやから、まあ、5番さんから落として、あとは8番さんが占い値任せるわ。うん、で2番さんの6位言ってることっていうのは、まあ、取り方なんやけどな、難しいよな。だから4番さんが3号でもう釣り切るって5番さん発言聞いてないのに3番さんだけの発言やったから3芯切れると思ったから、3番さん結構怪しくは見てます。7番さんが発言します。まあ、6番はね、占いで黙らすとこしかないと思うわ。白でも黒でも、俺はもう判別つかないわ。はい、ただ、強靭は絶対ないと思ってる派、6番のね、はい。6番黒だったら俺はちょっと驚くけど。で、1、2陣形って、なんか結局グレーに2陣外で霊の2の1人だから、まあ、2、1陣形ってそんな大差なくて、新郎での心境だったとしても、その大差ないんだよな。グレイに人外、例の一人人外って。なんかグレイでも別に悪くないと思ってんだけど。2番冷たいな。絶対多分狼だと思うんだよな。ちなみに9番騎士だと思ってるけど、9番に言っとくわ。4番は間違いなく、3番に対して変な絡みしてんだよ。
要は3人対抗が出たらってどういうことですか、どういうことですかってずっと言ってんだけど、それって4主要の懸念をしてるのって、3番って明確に2人対抗が出たらっていうことを言ってるし、そもそも俺は3主要別に強くないけどね、 3番に言ってるけど、そういうプレイヤーも一定数いるよねって、3主要が強いと思ってるプレイヤーって一定数いるから、まあ、9番だったら分かると思うんだけど、あ、ちなみに俺8番無視してるからね、8番いらないと思ってるから、8番6番に色当てとけってだけで本当に思ってるから、まあ、こいつだけは多分話通じなくて、9番は話通じる人物で、なおかつ9番俺は狩りだと思ってる、役っていうか。でね、1番は、話を聞いてない村なのか、乗っかろうとしてる人外なのか分かんないけど、2番は多分黒だと思う。で、3番、5番、春儀はね、5番、2周目まともになったけど、3番の方がやってる行動は神臭く見える。はい、4番は分かんないわ。またね、でもね、これ、俺も分かんない。まあ、8番、3番、発言します。7番はいいんだよ。9人中8番、8人が 7番はもう論外だって言われてんだから、7番黙って座っとけ。喋んなくていいやん、7番は。はい。今日はとりあえず3号なんで、はい。6番は一定数評価できます。はい。5番に向けた視点はいいんじゃないかなって思いましたぐらいですかね。はい。とりあえず今日は3号の欄。はい。以上。3号の欄っていうか、まあ3号釣り切っていいと思ってますよ。はい。ぐらいかな。5番視点、まずそもそもね、4番借りね。5番視点、そもそも、じゃあ3番まず何者で見えてんのか落とすべきね。まずこれは絶対。地獄なんだけど。そもそも3番が、趣味に関して占い語り、なおかつそこからレールにすらしてる人物に対してどう見えたのか。シュレット8番かんのにはいいじゃん。絶対落とすべきね。3番教授に見えたんであれば、グレーにいる狼2人をまず探すべきだし。5番視点って、誰評価してたんだっけ、1番2番か ?5 番は。あ、2番4番か、評価できたとき。って少なからずじゃあ6、7、1なわけでしょ。6番の5番の叩きどう見えたのか絶対的に落とすべきだし。まあおそらく多分5番偽だろうなと思ってる。はい。まあ結論3号は引っ切るんだけどね。はい、以上。まあ黒当てますよ。もう大体もう目星ついてるんで。9番。さんが発言します。まあ26がちょっと俺怪しいかなと思ってて、俺全然狂人じゃないんでね、狼さんにまず言っとくと、まあそこはちょっと狼さん残念でしたっていうのをちょっと捉えてほしいんだけど、まずね2番さん891のちょっと割愛してって言った後、6番に触れた後、結局7番なんか釣りたそうだったでしょう。でも8から1って別に7番釣りたいんじゃなくて、言ってることおかしいよねってとこだから、2番さんがその着地で6に触れといて7番をこうなんかこう釣りたそうにしてるところがおかしかったね。いや釣りたいって明言してないんだけど、エンドポジでしょう。だったらある程度話まとめて、どこがこうおかしくて釣りたいっていうふうに言うべきなんだけど、それの標的が7番になったっていうところがね、じゃあ6番に触れたの何って思ったら2、6で切ってんのかなとかってね。で6番に関してはその5番は2 3番のことを少なからず何かしらで追うべきって言ったんだけど、5番ってちょっと失言チックなこと言ってたね、チック。3番釣ったら黒落ちます絶対って言っちゃったんだよ。これチックじゃない？もう頭痛い。だったら6番の指摘ってまずそこじゃなくて、いやなんで黒ってわかんのじゃないの。でも6番って5番に3番の対抗は何で見てんのっていうところずれたこと言ってっから、なんかおかしいなと思って、だからまあ2、6かなって今グレーだと思ってますわ。まあ5番からいくけどね。7番さんね、いや、言ってることわかるよ。でも4番の感じは、いや、3仕様にしたいんだったら、潜伏じゃないのっていうのが大前提にあるんだよ。4番の頭の中に。だけど3番がいきなり出てきたもんだから、こいつ何やってんだってところで、7番、そこの4番の発言で、多分捉え間違いしてるだけだと思うよ、俺は。大前提、なんで出てんのっていうのが4番だよ。もう、狼がこれでは勝てないから、もう適当にやるわ。あなたの発言です。はい、そうですね、うん、まあ5番釣り切った方がいいんじゃないですかね。まあはい、それでいいと思います。ちょっと分かんないんですよ、3とこの発言が。うん、どっちもなんか対抗人狼だって言ってるって、狂人もあるんじゃないかなと思って思いながら、はい、まあもう参考でいいと思います。まあ仮にグレー言ってたら7番行こうかなと思ったけど、分かんないから6番白だと思うのに6番占った方がいいってわけわかんないんですけど、自分の中で6白だと思ったら1が2占った方が精査しやすくないですかっていう。
だから、一番わかんないのは7番だったかな。8番の7番黙っとけっていうのはどちらなんだろうね。グレーから行かないって意味なのか、7番白いと思ってるかよくわかんないけど。まあ、グレーだったら7番行こうと思ってました。はい。はい、6番白いと思ったら1から2占いが一番いいんじゃない 7の視点だったらと思うのと。単語はなんで全部人狼で見てんだろうなって、狂人もあるんじゃないかなと思いながら聞いてました。まあ、釣り切ったらいいと思います。はい。だからまあ、なんか7番、まあ3個釣り切って7番って感じだなと思ってる。そんで2、6、審議って感じかな。9番が村であれば、まあ2、6、審議までいけるって感じだなように見てます。はい。はい。自分はだから2、6よりな3個釣り切って7番。その後2、6って感じですね。まあ 2番か6番の占いの方が助かるなと思ってます。9番が村だった場合、最終盤面、2、6で迷っちゃうんで。はい。以上です。はい。2番さんが発言します。先にちょっと4マスの9マスに僕への指摘あったので、それ答えた後にちょっとどのラインがあるかっていうのをちょっと言いたいと思うので、まず4マスに対して、僕、その6マスの5への指摘はおかしいって言ってたので、4マスさんどうことかないんですよね。4マスさんが僕自身は何も違和感なかったと言ってたと思うんですけど、ちょっとその時は4マスさん関係なかったので、そこはちょっと考え直してほしいってところと、9マスさんに対して言いたいのは、僕、その最後なんか7マスの釣りをしたいみたいな感じで言われたんですけど、6マスのことをはっきり言ってました。で、6、7か怪しいって言ってました。だからそこちょっと認識改めてほしいなと。まああって教授なんで、そこちょっと言っておきたいなと思って言いました。で、まあ、結論としては、3、1、5は、まあ3、7か5、7かなと思ってます。ごめんなさい。1番さんはさっき、その霊能釣り切りっていうふうな発言をしたことから、僕は1番さん白っぽいなっていうふうに思ってました。単語は狼かなっていうふうに思ってて、まず5番。教授がバレちゃうんだもん、こんなの。なんか脳が出てる臭してる状況で、俺は釣り切らないって言えないもん。さまさんが、もう無理よ。出てて、5番さんに白出してて、そこで、こんなもんで釣り切れないグレーを切らすなんか言った時点でも、一回そこで成立してたので、占い入らないもん。普通に、まあ、5番線白は立てた可能性があるのかなと思って、やっぱり5番さんはあって、狼かなと。で、3番さんも、強靭だったらスライドする必要ないと思うので、その、占い師を打ち隠する必要は全くないと思うので、占われるためには、絶対条件なので、3号どっちかに狼がいる。3号釣り切る発言しないと。釣り切りって強靭にしたら占われねえ。かつ、まあ、それ6番さんも言ってた。200% 占われない。6番さんは、あと、5番さんの指摘っていうのがすごく良かったなと思ってて、5番さんは、その24が良かったって言ってたけど、その4番さんはなんか、ちょっと、まあ、考えも違って、その僕のことを怪しんでたので、なんで2、4良くなるのかなって思ったので、その指摘良かったっていうのと、3号釣り切りってめちゃくちゃパッションだし言ってたのが良かったなと思ってて、7番さんそれ言ってなかったってところですね。釣り切りってところ。なので、3、7か5、7か。投票してください。アバターをタップして選択できます。まあ、3番から行くけど頭痛いけど、もうここで一応強人集は出しておく。そこはかとない強人集出しとくけど、占われねえな、多分これ3投票したら。まあでも、占われてくれればいいな。けど。投票を終了しました。追放されるのは、5番。おや、絶対占われねえだろ、これよ。もう占われねえだろ、もう 200%。5番釣るわ、俺も絶対5番釣るわ。いや、話聞いてんのかなと思ったよね。8番ってさ、なんか3どっちか思ってること言うべきだよ。でもうそこはさ、3、1ローの追放する全然あるんじゃないって落としてるから。3の理由って4が言ったから、それでっていう発言も落としてるから。もう一回繰り返す。俺が4番さんの発言を。予想通りそこでしてるって言ったんだけど。それよりさ、グレーの発言をグレーに触れていった方がいいんじゃない？5番さんに対しては確かに。何だろうってぐらいだから。たまいてんだろ。他に関して触れてってるから。中間管理職で。意味わかんねえなって感じ。8番って7番に棒に入ってるから、逆にすごいと思ったらいいよと思った。そう。逆に俺すげえと思う。俺心霊能だから、3釣り切って、こんなに偽っぽく話せる人、逆にすごいと思う。8番って3に別に塗らないとか進むさ。誰が見ても満票で、ほぼこれ、俺、教員だから、俺、実質村なら入れてるから、満票って入れられる人もすごいと思うけど。夜になりました。そのままお待ちください。しょうがないよ。俺、教員だからね、言い訳するけども。
むのお待ちください。昨夜襲撃されたのは4番さんです。6番さんが発言します。はい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 。まあ別に5番さんが死んでもそのまあ24が評価できるちならんと思うけどな。まあとりあえず釣り切りましょう。8番さん占い結果どこですか。え5番さんってさ3番さんおしろ5番さんって3番さんおちょっと占い結果ください。結果くれんと誰が黒なんかっていうのがわからんやろ。白黒がどこ占ったん。黒見えたんかな。じゃあ2黒か。うわ2番さん黒か。じゃあ5番さんもおかしいな。うんどうする。3番さんつる24ね、一色単にするのはおかしいんすよね。どうしよっか。私5番さんに入れたんやけど、ちょっと尺切れたから入れたんやけど。どうしよっか。2番さんは、そうやな。2番さん1周目は私に触れ方はおかしかったですね。まあ、おかしかったわな。2行きますか。2行って、もしかしたら終わるかもしれんしね。2号で。もしかしたらね。だって私1周目落としたじゃないですか。5番さんが4号やった場合、狼臭いなーっていう方やったら5番さんって言ったから、2号で終わる可能性はある。まあ、そうだな、6、7、2行きましょうか。まあ、さんまさん残しとっていいやろ、とりあえず。はい。ごめんと。マジで。7番さんが。発言します。まあ、2号ってないからね。3が5勝だから、はい、ちょっと6番はもうますます分かんなくなってきたけど、2番なんかどうかなり縄だからね、はい、2番の昨日の発言なんていうのは俺からしたらもう僕人外ゲースって言ってるようなもんだから。1人外2番って1人外足りない考察してるからはい、21人形、12人形で、2番ってこう言ったんだよ。霊能が春郎に見えてるから、次切るって言ったやつが白く見えてるって、やばいでしょ。さすがにやばいと思うんだよね。で、それで7番がグレーから行こうって言ったから、3、7、5、7、どっちかだって思いますって。はい、頭狂ってるでしょ。お前、なんか、いくら人外だとしてもさ、なんかもうちょっとなんかまともな考察みたいな、せめてこっちを惑わせてくるような、もうちょっとなんかせめてもうちょっと白くなろうとかって思わないのって、はい、思っちゃいましたぐらい人外ですね。1番も絶対人外。これワンチャン心境の一人人狼全然あるかなって思ってるので、はい、まあ、2番釣って1は明日3番釣るけど、3番釣って終わらなかった場合は、俺は多分1番に行くと思います。1番の言ってるその7番の様子も理解できなかったし、もう理由もないし、基本的に。なんか人外特有の決めつけだと思ってる。まあ、9番、三島、酔いす村っぽくなったから、3番の5番、四郎もまあ別になんか、割と1、2、黒、黒見えてるから、3番の5、四郎もまあ信じれないこともないんだけど、まあでもケアで3番はするわ。ていうか、2番占いいらないから、絶対に残って。8番さんが発言します。やっぱ2番6番気になるよね。これ9番同様、そこにまあいいか、もう7番置いとくか。やっぱね、2番6番お互いに気持ち悪いんだよね。触れ方がマジで気持ち悪い。1周目の2番から6番評価って、これは6番言ってたけど、なんか私に対しての触れ方もじゃないんよ。2番って6番に対してなんかそういう風な発言をしている人狼なんじゃないかっていう発言してるのね。そこに対して全く触れないよね。で、そこもすっ飛ばして触れ方がって要約してる6番から2番タッチ、めちゃくちゃ気持ち悪いよ、ここの接続マジで。
うん。で、そこの評価を全く落としない6番に対して2番ってノータッチなわけでしょ。めちゃくちゃ気持ち悪いんよね。まあ、とりあえず今日2番行く。はい。3つ終わんなかったら俺全然6だと思ってます。これ9番同様。はい。まず、明日は噛まれるだろうから、9番さんちょっと頼むね。とだけ言っておきます。はい。とりあえず今日2番ね。9番さんが発言します。6番が村だったらやるべきことって2クロ見えたら、まあ、2、3つって終わんない想定で1、7のこう対比で精査しなきゃいけないでしょう。でも6番さん、まあ、挙句の手は2、5狼みたいな可能性あるってね。ちょっと沼までいかないけど、まあ、沼チックだったよね、6番さんは。だからますます濃くなるんですよ。だから昨日の時点では少なくてもまあ、強人もあるけど、まあ、隠しろと9番から言われたもんで、それに関して6番って何か返す言葉あってもいいし、まあ今日8番からも睨まれてるからね、まあ明日挽回の余地があるっていうね。今のところはちょっとチックになりかけてる。あ、じゃあチック、もう今チック沼になりかけてるチックかなって思うし、まあ6じゃないとしたら7番さんノリノリだったね、今日。割とノリノリ。ねえ、陣が引いた時に村のクレオスを見つけた時って結構ノリノリになるんだよね。だちょっとノリノリなのがちょっと気になるぐらい。まあ、ちょっと今、ふだぎに入っちゃってんだけど、だまあそんぐらいかな。まあ今日はとりあえず2番詰めての、まあ3引くかってところだね。3引いて671の3択、まあせざるを得ないわな、それは。だからまあ671でちょっと俺頑張りますわ。じゃあ8番から言われた通り、うん、頑張ります。そんな感じです。今もう結構6番に傾いてるからね。でノリノリの7番がいるっていう。で1番はちょっとあんまり色落とさないっていう。まあノリノリかチックか1番色あなたの発言です。はい。まあ、2-7だと思いますけどもね。まあ、5番手だから、なんか、ローだったら相方いなそうだなと思ったから3行っただけだから、みんなローで追ってるから、はい。お城なら別に普通かなと思いますけども。7番手1、2ローローで追ってて3番釣りますって、もう、確定順内の発言だから、もう2番手7番行きます。はい。もう確定順内です。はい。1、2ローローなら3番経由しないで1釣りです。はい。1、2ローローで追ってる場合は、はい。2、3ローローだから3番行くとか、3番強陣だと思ってるから3番だけど、そもそも3番強陣なのが1、2ローローだったら1釣りすればいいんですよ。はい。そうですね。だから7、2でこれライン来てんじゃないですか。2クロ見えてても自分が逃げ切れると思って。6番よりは、なんか3と5の色付けの把握漏れしてる人よりはって感じはしてますけど、僕は。って思ってますけどね。だからまあ、2、3で追ってて3番釣りはまだ100歩ずつわかるんだけど、なんで1、2ローローで追ってて1番から釣りかけないんだろうと思った。7番に関して。はい。だからまあ7、2のライン切り出しようねと思ってます。で、参考心境。はい。6よりは7なの気がしますけども。はい。まあ、2、7がライン切ってんでしょ。で、2クロ見えたから俺は白いっていうことをやろうとしてたって。あんなに2番、2番、2番って言いますか？だって俺は分かんなかったですよ。まあね、3号釣り切って、7番釣った後に2、6審議すればいいかなぐらいでしたね。はい。あんなに2番が黒いってなります？はい。以上です。はい。2番さんが発言します。はい。まぁ、ちょっともう、なんか変わらないので、鎌かけてるとかではないってことですよね。なんか、なんか黒って言われてるのでもうどうしようもできないんですけど、まぁ、普通に、どうなんやろ。でも5番さんが白だったから、ちょっとわかんなくなっ、いや、ごめんなさい。本当に僕、3号は強人だったらあんなことしないかなって思うんですよね。まあちょっともう、黒って言われてるので、8番さんからもう、どうしようもできないんですね、ちょっと。まあでも、なんで僕を、てか、本当に、
僕本当に村人なので、なんかなんで占われたんだろうっていうのが、なんで黒ってなってるんだろうっていうのがすごくあるんですけど、まあもうどうしようもないので、はい、ちょっともう実習とかもできないので、はい、もういや3番さんが発言します。はい、お願いします。5番さん師匠だったので、5番さん狂人で、8番さんが2番さんの人狼を見つけてもらえたので、あとラストウルフが、671のどこかにいるっていう状況です。そして、僕が5番さんを釣ってもらいたいか、ちょっとグレーに行こうかちょっと迷った点が昨日あったんですけど、あれって本来は霊能から釣る進行になるんですが、ね、ちょっとその辺分かんなくて、なんかグレーから詰めた方がいいんじゃないかなって、申し訳ないですけど、ちょっと雰囲気なんか5番さん、なんか、なんだろうな、ちょっと読めなかったんで、まあでも、5番さん、人外で落ちてます。明日僕、釣られるんだったとしたら、それは2番さんの相方、ラストウルフを、1日先送りにするっていう行為になるわけですよね。そんなことは絶対に許されないと僕は思うの、僕はね、みんながとかじゃなくて、この世界がとかじゃなくて、僕がそう思うから、なんとしてでもその黒を ねじり出したいなって考えたときに、結果ちょっと遅らせたら、あんま見えるのかなと思ったけど、でも白結果だったから、意味ないなって思いましたね。その分、まあ、録音さんの時にちょっと発言の色が見えたかなっていうのはあったんで、なんとなく録音さんもらかなと思ってます。はい、2番さん人狼の1番さん7番さん、極端に7人で切ったのか、擁護しているのかって感じですよね。わかんないっす。2番もさっさと終わらせてきたらいいのに、発言するほど。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは2番さんです。2番さんが発言します。夜になりました。そのままお待ちください。襲撃されたのは6番さんです。7番さんが発言します。あ、6番あ、あれそれ8番結果は何これ、まあ8の偽もう追わないわ、はい、はいはいはい、1番さん相当人外、いやてかもう人外じゃないとおかしいんですけどね、1番さんって
あの3番2番の可能性のケアも追って3番釣って終わんなかったら1番行くっていうだけだから、7番の言ってることって別に変じゃないですよ。1番2番で追ってるんだったら3番1番行けばいいじゃないですかって、3番行く必要ないじゃないですかって。一応俺って村だから色見えてないから別に2番3番狼の可能性すらあるから、で3番釣る縄は3日目には残ってるから3番釣る、終わんなかったら1番3釣るだけだから、はい、で2番分かったって言ってるけど、2番ってもう一緒初日の1周目から明らかに人外だったから、だから7番って2番は狼だと思うんだよなって言ってんだよ、はい、逆にあの分かんないっていうやつの方が俺は分かんないぐらいのレベルだったから、俺の視点だから余計分かるかもしれないけど、はい、ちょっと髪が不可解やけど、まあ、さすがに3番釣って1番行くわ、はい、めちゃくちゃだわ。8番使えねえな、ほんと。8番さんが発言します。とりあえず今日3番行くね。7番は相変わらず無視します。6番臭かったなーって思ってますよ。これは2派生からもね。だからまあこれはほんとね、6番が人間だったらしっかりやるべきことやれよって思ってんだよね。マジで。どうした。7番は行く。まあとりあえず今日3番行こう。3番釣って。7、1、ムラムラ。1番が7番に、1番視点6番なんで気になんなかったんだろう。6番って結構気になって思ってんだよね。まあいいや、とりあえず今日3番行きましょう。はい。9番さんが発言します。これすごい紙だね、六紙。八番さん、これ六紙ってさ、なんか八番の自尊心をこう削りに来てる？節々端々から出てるのって七番の発言なんだよね。八番に無視されて、で、返す言葉は八番はちょっとしっかりやれと。なんか七番が六番占う八番を知ってて、で、六番噛んだら八番どんな反応するのかっていう。あるいは反応しないにしても、6番占った俺っていうところをこう思わせたい、なんか7番の支援みたいな感じだよね。まあまあいいや、それは。まあ、ただ3番は行きましょう。1番さんはその7番の昨日のノリノリにちょっと反応したよね、やっぱり。そうなんだよね、2番が相方だもんでノリノリになって2番のことを考察するっていう、結構ノリノリだったよね、乗ってたよね。だからそれも俺感じたから1番の言ってること分かるんだけど、今の8番同様にチックの6番差し置けるっていうのがちょっとね、1番さんちょっとやりすぎかなっていう過度だった気がするんだよね。で1番もちょっとね乗ってたよ。ノリノリまでいかないけどね、乗ってたね。ノリチックだったね1番は。だって6番の沼チック差し置いて7番のみにこうフォーカス当てる、結構乗ってたと思うけど、やりすぎかなっていうの感じたから、まあ支援も込みだと7番になっちゃうんだけどね。なんか7番が俺そんな気がしてならないよ7番さん。とりあえず3番いきますけど。あなたの発言です。はい、まあこの紙するの7番しかないです。はい、3番2番で3が8番残した、ただ負けるだけ。8番って3つるマシーンだから、はい、唯一7番だけで得するのは、もう6占うから、自分占いがないから、まあ6か1だろうって読んで、まあ6を噛んだ。7-2で見えてるから3はつっても、まあマックス強者だと思いますけどもね。まあ、任せます、それは。まあ、7-2でしょ、この紙は。はい。3がする紙だったら、うん、まあ、まあ、3番が悪いんじゃないですか、これ。うん。普通に考えて、まあ8番死んでいいんで、7つって3占えば終わるゲームでしょ。うん。もう簡単です。7つってくれれば明日3でいいんじゃない？7分の紙でしょ、普通に。あんまか7番でしょ、要するに。うん、って考えれば、3番、2番で何やってんだろうって僕思いますけどね。普通に考えて、7視点、3番行きましょうでなります？うん、まあ、2、3で見えてる人の方がどうかしてると思いますよ。普通は7視点は1、2で見えてるはずだから。俺がそんな感じだもん。2、3で見えてるよりは
7、2で見えない、普通。なんで8番残ってんのって話だもん。まあ、多分マックス強人。3号は新強、2、7、ローロ。って考えるのが8番が残ってる理由としては一番整合性あると思うけど。3番が残っててもどうせ8番残したら3番釣るって言われるけどね。まあ、それでも3番が8番噛まない選択したら3番が悪いんじゃないですか。はい。あ、僕はもう7番、2番しか見えてませんけども。はい。常識、一般常識で自分から見える視点が2、3で見えてる方がどうかしてると思いますけどもね。はい。7視点、2、3で見えてるんですか？1番、2番の方が自然じゃないですか。俺が言ってる方が自然じゃないですか。2、7の方が俺は自然だけどね。2番、3番って意味わかんないですけど、はい。3番さんが発言します。なんか、初日から4番さんとさ、僕の願い事ってずっと叶わないなって思いました。はい。4番さんと僕の願いっていうのは、すべての役職を出させたいってことだったんですよ。対抗も出て、黒も白も偽白も出た状況下において、それでもなお、4番さんは僕に対してそういう言及をしているっていう構造そのものの仕組み構造自体が、何のために1日目の1周目あったんだろうって。もう8、9か8、7にかけよう、もう俺もう勝手にこれ4番さんと僕の考えと一緒くたにして僕の考えを、ね、ただ言ってるだけなんだけれども。8、9だったらとんだ茶番すぎてもう言葉出ないんだけど、2の人ってマジなのって話なんだけど。3勝になった世界戦っていうのは、ね。俺して7番、5番とかだったら7番が悪いから。でも8番さん2の黒見つけたわけだ。7、5だったらむしろ8噛んで3つれよ。僕が10だったら6番なんて噛むわけないでしょ。5番は強靭で落ちてるし、で何度も言うけど縄をまずは増やす、うん、そのためにはそういう、なんだろうな、まあ、せめて9番噛んのか何かにしろっちゅう話ないけれども、まあいいよ、もうそんなものは全て度外視、もう8年できる人物像っていうのが僕の一周目のコンセプトだったんだけどね。もういいや、もう今日だから、この試合を決めてくれれば、1番、7番で、勝ちなんだよ。ないから無理。もう、かばえない。濃厚なのは、8番噛んでさ、6、7番はさ、いいけど、6、9 の, あのミスリードにかけたらいいじゃん、俺が。投票してください。無理だよな、もう6、9のミスリードにかければいいのに、もう無理。8噛まないっていう、8番しか占い師いないんだから、もう無理だろう。5番がリアキューしか考えらんねえだろ、そうなったら。もうもう無理。これは無理よ。余計なことすんな。占いで居座ってりゃいいもの。投票を終了しました。もつられる。追放される人が決まりませんでした。いや、もうさ、マジで疲れるよ、これ。3番さんが発言します。1番さんに言ってもらいたいんですけど、7番と1番比較したときに、明日僕が戦えるのって7番さんじゃないですか。だから1番さんを潰したい人外像っていう視点を、人外が僕を偽で見たときに僕が強靭に映るわけでしょ。でそうなると僕残ってた方が得しません？だからわざわざなんでその怪しい方を釣り殺すのかっていう理屈において、僕は7番さんの黒要素っていうのは、2とのライン切り、かつ、一周目なんかずっと、なんだっけ、論外とかって言われて、で、7番さんが噛んだんじゃないか、6番さんをみたいなさ、その黒塗り、7番やらないでしょ。うん、十分勝てるでしょ、7人狼。あなたの発言です。8番9番でもう大丈夫。7したら終わるゲームで7つ釣らないんだね、もう。もう恐ろしいと思ってるよ、もう。2、3で見えてんの？マジで驚くんだけど、2、3で見えて。で、3番釣った後終わりませんで、7番が人狼なのに1番釣って終わり、村負けますってしか未来しか見えませんけども。まあ、呆れ返ってます、もう僕は。はい。投票を行っています。そのままお待ちください。
投票を終了しました。追放されるのは、3番、3です。キレラリーに決まってんだろうよ。こんなふざけた髪しやがってよ、もう。試合